全国女子駅伝速報。大阪が8年ぶり4度目優勝。アンカー松田瑞生が逆転勝たないと帰れない。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皇后杯第41回全国都道府県対抗女子駅伝日本陸連主催、京都新聞、NHK 共催、村田機械共産が15日、京都市右京区の竹菱スタジアム京都を発着点に、左京区の国立京都国際会館前を折り返す9区間42195キロで行われ、大阪が2時間15分48秒で4度目の優勝を飾った。新型コロナウイルス災いで中止となった39回大会を挟んで8年ぶりの頂点。大阪は1区の水本葛西、大阪薫英女学院高がトップと14秒差の4位で吉見発進し、2区でトップに立った。中盤以降は東京や福岡などと激しく競り合う中、5秒差の3位で最終区、10キロの松田瑞生、ダイハツ、昨年1月の大阪国際女子マラソンを大会新記録で制し、7月の世界選手権は9位だった松田は、今年3月のマラソンに向けた調整中だが仕上がりに不安はなく、2、6キロ付近でトップに躍り出た。その後は神奈川の佐藤誠陽、資生堂、と一騎打ちになったが、中間点を過ぎたところで一気にロングスパートして独走状態に、そのまま差を広げて、笑顔でゴールテープを切った。松田はレース後、あの位置で渡されたら勝たないと帰れないと思っていた。勝つしかないと思って走った。勝ててよかった、と話し、安田光監督は、最高のレースになった、と喜んでいた。3連覇を狙った京都は終盤追い上げて2位に入った。3位が福岡、4位神奈川、5位東京、6位千葉、7位鹿児島、8位愛知、滋賀は20位だった。区間賞は1区小海洋、新潟、2区渡辺奈々義、神奈川、3区ドルーリー朱瑛里、岡山、区間新、4区山本優美、京都、5区上杉真帆、千葉、6区近藤君、神奈川、7区岩崎真知子、福島、細谷愛子、京都、8区木戸坊の実、福島、9区松田瑞生、大阪。コメント。松田選手はマラソン練習中でも圧巻の走りでしたね。後輩たちが一致で繋いでくれただけに、優勝できなかったら帰れない、というのは本音だったでしょうね。自ら引っ張って勝負できる、気風のいい走りが好きなので、松田選手にはぜひオリンピックに出場してもらいたいですね。京都、福岡、神奈川を優勝と予想する意見はいくつか見かけました。ですが、大阪がここまで粘って優勝するのを予想する意見は見かけませんでした。アンカーにつなぐまでいい位置をずっとキープできたチーム力の結果ですね。それにしても、上位の京都と大阪には区間1位、2位の選手がいる中、福岡の3位はすごい。区間記録で並べると、1区5位、2区12位、3区6位、4区6位、5区3位、6区10位、7区3位、8区4位、9区7位。これで3位フィニッシュどころか、一時期1位に至ってのが面白い。